私も昔数学の勉強していました。好きだったんですが、失敗と苦難の連続でした。そういう時に力になってくれる人がいたらいいな、支えてくれる人がいたらいいなと思いながら一人で勉強していました。大人になってこの仕事について、今度は支えになりたいな、力になりたいなと思って頑張っております。一人で勉強しているとなかなかモチベーションというのは上げにくいものです。そういう時に自分一人で問題が解けた時には、それはモチベーションを上げる原動力になると思います。私は皆さんが最終的に問題が一人で解けるように、そうなれるように支えていきたいなと思っています。私は今までたくさんの失敗をして、いろんなものを得ました。たくさん悩みました。そして教えていて、いろんな人たちの悩みというのも知りました。そういう中で自分が、私が得たこと、それを皆さんにお伝えしたいなと思っています。一緒に悩んで、克服して、そして最終的には皆さんが問題が解けるように、一人で解けるように、そういう授業を展開していきたいと思います。皆さんはそちらで一人で、勉強しているのかもしれませんが、私は皆さんがここにいると思って、授業をしています。長い、勉強生活ですが、一緒に頑張っていきましょう。僕も頑張ります。